サフエーザさんが三沼、はい、さんが絶好調の時に「うん、理覚した方がいいよそろそろ」って言われたとあれの理覚っていうのはどういう意味だったのかなと思ってんまあ何かなんとなくの印象で言ったっていう方が近いんですけど、うん、あえて言語化すると僕で言うと編集者っていう本業があって。 うん、でその本業でうまくいったからテレビに出たり、うん、講演会でもけたりバラエティ出たり歌手やったりみたいな、うんうん、格闘技やったりみたいな9割遊びみたいな仕事で1割本業みたいに主従逆転したみたいな時に、うん、お金も知名度も行くとこまで今行ってるから一、うん、回もう自ら引いて、うん、本業に集中して行った方がいいみたいな意味だと思いますよ。神輿に乗って、うん 降りるってことですね。自分から。うん、まあ、地に足つけるってことですよ。多分藤田さんが言いたいかったのは。うん、みんなメディアとか、世間の人は虚像を見てて、で、どんどん大きくなり続けるから、自分の力で一回実体に戻せばっていう話ですよ。うんうん